日本政府はある国の特別番組に対し抗議しました。放映に先立ち、同5日在ベラルーシ日本大使館からベラルーシ外務省に対し放映中止を強く申し入れましたが、結果として放映されたことは極めて遺憾であります。それはロシアの同盟国ベラルーシの特別番組、タイトルは東京から来た侍の失敗。番組では日本人らしき男性が何らかの施設を撮影している様子、さらには KGB 国家保安委員会に拘束される場面までもが映し出され、この男性が日本のスパイであると報じたのです。映像の中には拘束された男性のインタビューまで。私の行動はベラルーシにとって危険な可能性があります。ウクライナとの国境付近のインフラ、軍事施設の写真や情報を日本の情報機関に送っていたなどとされているのですが、日本企業のメリットなど男性が現地への企業進出について知見を語っている部分にはこんなロシア語翻訳が。最近の攻撃に関してはアメリカによるでっち上げであるようです。ここでこのようなことが起こった場合はすぐにお知らせします。果たして番組の内容は事実なのか、拘束された男性は日本のスパイなのか。元警視庁公安部外事課の捜査員とともに考えます。はい、ひろゆきさんどう見てますか。いや、なんかその名前も分かってる人で本当にスパイじゃなかったらこの人こういう経歴だよみたいな知り合いとかがいろいろ出てきてネット上で騒がれるっていつものパターンになるかと思ったら、なぜかネット上にその人の痕跡全然出てこないんですよね。そういう意味であれ本当なんじゃねって僕の中ではちょっとなんか疑惑が深まってます。はい、どう見たらいいのでしょうか、議論していきます。ではゲストをご紹介いたします。スパイ捜査の専門家でいらっしゃいます元警視庁公安部で、現在はスパイ対策の啓蒙活動を行う、日本カウンターインテリジェンス協会の代表でいらっしゃいます稲村優さんです。稲村さんどうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、ありがとうございます。さあ、ということで、ベラルーシの国営テレビがですね特別番組を報じました。でこれがですね東京から来た侍の失敗という、この人物だけをこう取り上げるですね15分間の番組だということでして、拘束された日本人男性かということで、この番組によるとということですが、日本の国家公安委員会ですねの関係者の指示を受けてベラルーシで情報収集していたなどとする内容ということなんですね。稲村さん、まずこれどうご覧になりましたか、このニュース。そうですね、私の率直な感想としてはですね、この男性は私は被害者であると思っていて、ベラルーシのでっち上げによる、被害者であるというところで、非常にベラルーシが捏造したものであると感じています。はい、この放送の中身なんですけど、内容なんですけども、拘束された日本人男性というのは2018年にゴメリに移住してきたと、ベラルーシに移住してきたんだと。でこの大学で日本語の教師をしていたということでして、スパイだとする証拠としてですね、国境付近のインフラあるいは軍事施設などの写真を9000枚以上撮影していたと。そしてその撮影した写真をですね日本の関係者に送っていたんだということですね。そしてその番組の中ではインタビューがあってですね、その逮捕されたとされるその人物は自分にその罪の意識があるというようなことをもう話しているという、ただ言わされているのかもしれませんということは抑えておかなきゃいけないんだろうということなんですが、そういった内容になっていると。これは犯罪行為ですと、私は悪いことをした、悔い改めているといった発言をしているということなんですよね。はい、これも踏まえた上で、その稲村さんはこれはでっち上げられたんじゃないかというお話でしたが、そう考える理由をいくつかあるということでお聞かせいただけますか。そうですね、まずベラルーシ自体がロシアの属国であることというところと、あとは情報の出元ですよね、ロシアの国営、ベラルーシの国営なので、大本営の発表であるというところですね。あとは描かれているストーリーが稚拙であると、情報工作にしてはちょっと情報の鉄則に沿わない活動になるので、そういった意味で言っても
作られたものかつ言わされているものと感じてます、はい、でスパイではないとする、はいまあはい、おかしいんじゃないかという、まあ、3つの理由ということで挙げてらっしゃいますね。そうですね、はい、まずこの LINE からいきましょうか。はい、そうですね、うん、LINE を使わない、ここはちょっと難しいところがありまして、うんまあ、日本の情報機関は LINE は使わないと思います、さすがに。なんですけれども情報機関員の中でもですね、なんですか、いろいろ濃淡がありまして、まあ、単の部分でちょっと意識が低くて LINE を使ったってところはありえますけれども、はい、基本的には使わないです。スパイだったら LINE を使わないんじゃないかという見立てですね、はいはい、でこのスパ、LINE のやり取りをですね、番組の中で訳してるんですね、はい、ところがこの訳が間違ってるということでして、はい、間違ってるというより内容が全く違うんですね、はい、元の LINE の文面はですね、ベラルーシ進出はかなり難しいのが実情ですといった現地の状況を尋ねた企業への返事とみられる投稿、その文面なんですけども、訳されたロシア語訳というのは番組の中、最近の攻撃に関してはアメリカによるでっち上げであるようですと、ここでこのようなことが起こった場合はすぐにお知らせしますと、全く内容が違うということ で、 です、ね、これどう考えたらいいこの番組の。そうですね、やっぱりベラルーシが意図を持って作り上げていると捉えていいんじゃないかなと思います、ねうん、全体としてということですね、はいはい、さあ2番目いきましょうか。行動がスパイのものではないということで、これはどういうふうに考えたらいいでしょうか。そうですね、男性がですね、鉄道の写真を多く撮っているというところで、うんいわゆる撮り鉄に近い趣味があったんじゃないかなというのと、はい、そもそもですね、9000枚も取っておいて手元に置いとかないと思います、情報活動をするならば、はい、要するに検挙された時に間違いなく疑われるので、そういった意味で言っても情報活動としては非常にちょっと鉄則にそぐわないと思いますね、うん、ということですね、はい、そしてもう一つが情報ソースの信頼性が低いということですが、はい、これはどういうことでしょうか。そうですね、これはすみません、冒頭申し上げた通りなんですけども、うんベラルーシの本営の発表なので、な、そもそも彼らはですね作り上げた情報をロシアのために流すような国なので、はいそういった意味で言っても信頼できる情報ソースかというと、否であると思いますね。ロシアとの同盟関係にあって、はい西側諸国といえばそのウクライナ戦争をめぐってまた敵対する状態にあるということですよね、はい、日本もその西側諸国の側にいると、はい、日本人のスパイが存在するのかっていう、はい、そもそものこの問いが存在してくると思うんですけども、はいそのスパイをどう捉えるかっていうのがありますね。おっしゃる通りです、つまりその公的に、ね、頼んだものなのか、軍事系の、ね産業の言ってみれば情報収集に当たるみたいな、はい、どこまでをもってスパイというかってさまざまあるとは思いますが、はい、ちょっとお答えいただくとするとどうだろう。そうです、基本的に公務員による情報活動は行われていると認識していいと思います。これまでも公になっていることであると、はい、ただ諜報機的措置みたいな形ですね、違法行為を海外でやるような、破壊工作だとか、それこそ機密情報を摂取するとか、そういった活動というのはないんじゃないかなと。なるほど、いわゆる工作活動ですね。この工作活動というワードもですね、どこまでをもって工作と呼ぶかっていうのはあるんですけど、いわゆる情報収集みたいなことっていう意味でおっしゃってるということですかね。そうですね、例えば在外公館の方がですね、海外で現地の情報を収集するというのは、これは当然行われているところで、それを果たして諜報活動というかというところになると思うんですけど、ひろきさんどうぞ。でも外国語の大学を卒業しててその中央アジア系の言語をやってる人ってなんだかんだ言ってその仕事ってそういう仕事ぐらいしかないみたいなのがあったりするんですよね。要するにその日本の企業が進出するわけでもないし中央アジアの国が日本に何かするわけでもないので使うとなるとやっぱりその外交政治系に関わる仕事がほとんどなので、そうするとなんか頼まれた翻訳やってみたら実はそれは国家的にはそういう思惑があるよねみたいなのを協力者として協力してしまったみたいなのあると思うんですよね。でただ今回 の、 その名前も割れてるその男性の場合でやっぱ調べても全然その知り合いとか同窓生とか出てこないんですよ。普通これだけあってロシア語一緒に専攻してたよねっていう人がいたら あれ俺知り合いであれなんだよとか、で例えば小泉さんとかがそのなんかロシアので何かあったって言ったらもう日本中であいつ知ってる知ってるってなるわけじゃないですか。だからそういう接点が全然出てこないっていうのが偽名なんじゃねっていう気が若干しちゃうんですけど、どう思われます。友達少ない人もいますよね世の中。うん、いや友達少ない人が外国にいきなり行って大学の職を得るなんてそんなコミュニケーション能力むしろできないですよ。いやでも日本でね友達いなくてもう外国で一花探せたいとかねなんかあったかもしれない、それは分からないですけど、でも私は今先生おっしゃったみたいにですねこれ雑すぎると思うんですよね、本当のスパイがやったことにしたら。でやっぱり日本の政治学、私政治学者ですけど政治学でね欠けてるのって例えばスパイとかっていうと007とかみんな思うと思うんですけれども、じゃあ
戦後最大のね、あのスパイ事件って言ったら何かと言った時にね、例えば日本の中でですね、キム・フィルビーっていうね名前をねご存知の方ってほとんどいないと思うんですよね、うん、で彼はイギリスの MI6 の対ソですよ、対ソ連の情報のトップだったんですよ、うん、でこれが全部ソ連に情報を流していたと、うん、でもうだからそれで人当たりはすごくいいし、みんなとも社交的だし、一緒にお酒飲みに行っても楽しいしってやって、みんな友達だと思ってたら実は本当のスパイだったっていうのがあったりとかですね、やっぱりね、そう簡単にスパイなんてなれるもんじゃないっていうふうにやっぱり思っておいた方が私はあの正解だと思いますね。ひろきさんどうですか、ひろきさんの問いに対して答える。ひろきさんのご指摘は一つ一部当たるところがあって、協力者として意図せずに情報を渡しているっていうのはまあ、 あり得ると思います、うん、ただそれを協力者、エージェントと呼ぶかというと非常に難しい問題で、うん、はい、例えば中国の反スパイ法なんかは協力者にもう至らない、ただの情報提供者ですね、うん、まあ、情報交換した人についてもう検挙しているという例もありますので、はい、そういった意味では協力者と一括りにするのは危険になるというと、うん、あと特殊詐欺でも見られるケースですけども、はい、要するにつながっていかないってことですよね、はい、ここまでしか切れてて、はい、人間関係が分からないと、何のためにやってるか分からないんだけど、はい、どん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 こうつながっていって、はい、っていう話があると、はい、でひろゆきさんの話に一部反論するとするとですね、はい、まあ、私もこれニュース扱うんで調べましたけど、一部あります、報道されている内容で、つまり彼はこういう人でって日本人で答えてる人がメディアで出てます、うん、でそれは、彼は、警察とか国とかと関係してる人間じゃないと、うんうん、単純に仕事してるだけだと、だからびっくりしたって答えてる人がいると、うん、ただねこれもメディアが報じてる話なんで、どこまで信憑性があるのかとかって問われたら分かんないけれども、全くないことはないっていうのは押さえておかないといけないかなということだと思います。ベラルーシ側から見るとですよ、うん、ベラルーシ側から見るとウクライナとの国境付近の橋とか鉄道を撮影していたとなると、うん、これは敵対行為に当たるだろうと見られてしまうのもあるかなと、ベラルーシから見るとね、そうそうそう、はい、それはもうどこに送ろうが何しようが、はい、ここは重要拠点なわけですよね、うん、ですからその、まあ、言ってみればこの関係もどう見るかっていうのは一つ鍵になってくるかなという意味では、うん、そのベラルーシまずその渡航できるんですかっていう意味で言うとですね、危険レベルで言うとレベル3に当たるということですね、うん、ベラルーシロシアこちらは渡航中止勧告ということになっていると、まあ、国境付近についてはレベル4と退避勧告になるという形ですね、うん、そして、まあ、先ほどもありました通りベラルーシとロシア、そしてそのウクライナという形になってまして、ベラルーシその参戦こそはしっかりしてこないわけですけども、当初からですね同盟関係にあって、開戦当初について言うならばですね、ベラルーシロシア、さらにはクリミア半島という、まあ、東北南からの3方位からですね一斉に攻めてかかるかも、それこそベラルーシの北側から下って攻めてくるぐらいの、まあ、同盟関係にあったと、現実的にはそのベラルーシとロシアの関係の中でここまで来ているわけですけども、ウクライナが反撃をするみたいな形になっている中で、ベラルーシがどういう、まあ、カードを持つかという今持ってくるということで、こちらは広瀬陽子教授に伺いましたけれども、まあ、外交カードの意味を持ってくるんだというお話をされてますと、まず西側諸国への外交カードということですね、カードは多様性があった方が得だということで、捕虜交換の交渉材料になるかもしれない、ですからこの彼が、捕虜としてね交換の材料に使われるかもしれない、それからロシア外交についてのカードにもなると、ベラルーシは参戦したくないというのが本音だということで、まあ、プーチン大統領が持っていないですねカードを持っていることが大事なんだと、ロシア側との交渉のカードにもなるというふうな見立てをされているということですね。別に国家とつながってなくても、この人経済的には経済スパイとは言わないけども、うん、やっぱり経済的に日本の知り合いとか会社に何かを送ってたことをベラルーシから見ると、いやお前ここからスパイだろっていう勘違いされてる可能性もあるわけじゃないですか。でも何かしら送ってたっていうのは事実なのかなっていうのは思いますけどね、うんうんうん、でも民主主義国家でこういうことはまずありえないですね。でも民主主義じゃないじゃないですか、言うたら。でもそこで、そこで住んでる方が住んでるのにそれをやってたのはなんで分かってらっしゃらなかったのかと思うんですよ。全体主義の怖さっていうものをあんまり認識されてなかったんだと私は思います。その人個人だったんですか、全体主義っていうのは。いや、まあ、でも多分基準とかルールとか法律があるわけじゃなくて、うん、なんとなく捕まえてみてなんか怪しいからもうとりあえずでっち上げっていう共産主義系によくありがちなパターンだと思うので、うん、その本当に何らかの法律に触れてるのが明確だったというわけではないんじゃないかなと思うんですけど、一旦捕まえてみたってことですか。そうですね、これは多分私は狙いを定めていたと思っていて、はい、ある程度は彼も男性の方も写真を撮るという行為は昔からしていたと思います、うん、でただしベラルーシが今回検挙するにあたってはそれなりに行動を確認をして、うん、一定期間の証拠を集めて立件をすると思うので、うん、そういった意味ではたまたま捕まえてこいつ使えるぞという形ではない、うん、
とは思ってます。ベラルーシ側からすると何か怪しい行動をずっとしていたっていうのはちょっと持ってるってことですか。そうですね、怪しい行動というよりはあ写真撮ってるぞって我々の国から言うとあのでっち上げの要素、うん、でっち上げしやすい要素の行動をしていたをやっていたっていう、はい、まあ、確かに、はい、そのぐらい特別番組はね作り込まれてましたよね言ってみればねタイトルから含めてですね非常に、まあ、そういうここぞという形で出してきたっていうことをね、はい、おっしゃってるということだと。いやだから私がね、はい、一番心配に思うのはこれをね本当に日本がやったんだと日本のスパイなんだと、うん、いうことをね信じ込む日本人がねどれだけいるかっていうことなんですよね。でこれを信じ込むっていうこと自体が、うん、もうその戦いはもう情報戦の中に入ってるわけですから、ね、あらゆる情報を、ね、流してくると、はい、これを、ね、簡単に信じるっていうようなことになると、うん、っていう、ね、はい、ことになってくるだろうと私は思います ね、 おっしゃる ね、 ね、はい、でも その男性がスパイだと信じるとなんかまずいんですか。うん、その男性がスパイじゃないかと思うような人が日本に増えたとしてそれの何がまずいかがちょっと分からなかったんですけど。で要するにだってそのでっち上げたものを日本人は信じるってことですよね。まあ、そうなんだスパイなんだ不運で その不運で何が困るのかが分からないんですよ。いや全体主義国家がこれから仕掛けてくるのはですねアメリカの大統領選の時もそうだし台湾の時もそうだったけれども情報戦を仕掛けてくるわけですよ、うん、でそういった中で今回みたいにねよくよく考えてみればこの人スパイとは言えないだろうっていうことでもねこれ利用されかねない時代に今生きてるわけですよ。でそれを信じ込む人がいるか ふわっとした情報は分かるんですよ。ただいやいやそれを信じることで どう困るのかって具体的なのがいやいやつまりその交渉カード一つ持たれてるっていう意味も含めてってことですよ。そうです日本人が信じ込むことによって敵対する国に対してですね、結果的にはスパイ行為を働き日本は負い目を感じるとそして一つの立派なカードとして存在しているということを日本人が信じ込むことの、まあ、デメリットをお話されているということ。この議論自体がベラルーシのプロパガンダに加担しているというのは絶対意識しなきゃいけなくて、うんうん、それは非常に危険な考えだと思います。それを岩田さんがおっしゃっているというそれは私もそういうふうには思いますということなんだろうということですね、はい、いやでもちゃんと僕は日本はそのスパイ活動はするべきだと思うんですよね。情報の量が多い方がやっぱり正しい判断はできるのででもなんか日本人ってスパイは良くないよねっていうのがなんか前提になっちゃってる気がするので本当は必要だよね。でもそれはスパイ行為っていうのは基本的には海外の法律に触れるわけでそうするとやっぱりすげえリスクになるからだからやらない方がいいになりがちなんですけどでも日本が今後いろんなこう、まあ、国境をしている国が核持っててあんまりこう有効的ではないっていうのも含めて本当は必要なんじゃないかなとは思ってます、うん、ありがとうございます。そしてそれ実際にスパイ活動があったとしてもですね絶対言わないということですからそれは岩さんがおっしゃるように言うような話じゃないと、うん、実際にあるかもしれないしないかもしれないと、うん、これはどの国だってそうだとそういうことは押さえておきたいと思います。曖昧戦略です、はい、アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。